こんにちは、ピコです。こんにちは、ピーです。本日ご紹介する商品はこちらです。90系のボクシー専用ビルトイン ETC カバーになります。それでは取り付けていきましょう。お願いします。お願いします。じゃあ、開けていきます。こんな感じですね。本体のみ入ってますね。そうですね。で、しぼめがいい感じに入ってますね。うんうん、で、取り付けは？取り付けは両面テープですね。2箇所両面テープが貼ってあります。では、取り付けていきます。で、先ほどもちょっと言ったんですけど、両面テープで取り付ける商品になってますので、うん、まずは、ETC あたりの部分を、出ししていきましょう。はい。じゃあそんな時はいつもの VP90 ダッシュボードクリーナーを使いたいと思います。じゃあお願いします。はい、新型ノアボクの ETC の車載機の位置はハンドルの左下ですね。左下の方にあります、うん、で両面テープが当たる位置がこんな感じではまるので、この部分とこの辺ですね。なのでその辺をその辺を重点的に、そうですね、まあ周り全体的に綺麗に拭けばいいかなと思います。うん、いいかな、うん、よし。では出し作業できましたので剥がします。よいしょ、ありがとうございます。2箇所ですね。で向きはこの向きです。広い両面テープが上になるように。よし。で、この広い両面テープをつけてから下をつけるっていう意味ですね、うん、じゃあいきます。よいしょ、いやよ、うん、1回でしっかりですね。はい、じゃあちょっと蓋を開けて、うん、開けてもらってこの部分ですね、両面テープの部分をしっかり押さえます。よし、完成。以上、早い、綺麗に隠れたね、うん、よくできました、じゃあ ETC カバー取り付けできましたので、使っていきましょう、うん、まあ、蓋ですね、開け方、この蓋の一部が、えぐれてるので、もうここに指をかけていただいてパカッと、下開きな感じですね。そうですね、上から下に開くようになってます、うんうん、じゃあカード入れていきますね。あと入れれるかな、うん、問題なく入れれますね。出す時も大丈夫ですか、カバーに手が邪魔にならず。そうですね、干渉することはなくしっかり出し入れできますね。うん、 OK です。蓋を閉じても干渉しないですね。そうですね、問題ありません。じゃあ、今 ETC カード入れて蓋した状態になってます。エンジンかけて ETC の音声案内が聞こえるかどうか確認していきましょう、はい、エンジンかけます。まあ、うん、問題ないですね、ちゃんと聞こえますね。ちゃんと音声案内が、聞こえますね、うん、問題なさそうです。はい、じゃあこの ETC カバーの蓋なんですけども、この蓋の左側の部分ですね、ここです。ここに爪が1個あります。なので蓋を閉めるときはこの辺を押していただくと、こんな風にしっかりと閉じれますので、閉じるときはこの辺を押すようにしていただくといいかなと思います。衣装面についてですが、まあやっぱりこの辺のパネルになるべく合うように、うん、ちょっと粗めのしぼが入ってますね。
で、まあ、形状もやっぱり車種専用品ですので、まあ、なるべくこう違和感のないように、元々の車体のパネルに沿うような、形となっております。 ETC 車載機が隠れるから盗難の抑止にもなりそうですね。そうですね、安心感が得られるかなと思います。はい、それではこちらですね、 ETC カバー取り付けてきましたので、はい、ドライブに出かけたいと思います。行ってきます。